はい、こんにちは。今日はターゲットより発売されているブラスダーツのプロシリーズみたいのがあるんですね。ここにあるのは小野圭太選手モデルというか、まあ、モデルをモチーフに作った、一応小野圭太選手の名前がついてるのかな。まあ他にポール・リム選手、キャシー・リョン選手、村松春樹選手、星野光政選手、鈴木みくる選手、そしてこの小野圭太選手のバージョンが出てました。うちでブラスダーツを仕入れることは今までほとんどなかったんですよ。なぜなら競技で使えないと思ってたんですね。私競技で使えないものだと思ってたんです、ブラスダーツって。だけどジャパンの規約を見るとブラスダーツが使えないなんてことは一言も書いてなくて、これでもジャパンに出れるみたいなんですね。間違ってたらごめんなさい、間違ってたらごめんなさいなんですけど、まあでも規約よくよく見たんですけど、ブラスダーツがダメなんてことは一言も書いてなくて、もしこれが普通にね使ってて、まあ投げやすい、全然タングステのダーツと遜色ない結果になったら、これでいいんじゃないかってね。1万円1万4000円とかすごい高いダーツを使わなくても3000円ですよ、これ2780円ですから税込み、これでもいいんじゃないみたいな思いましてね。どうなんだろうと。今のブラスダーツ結構カットとかもしっかりしてるし、え、これ本当にブラスダーツみたいなのが結構多いんですよ。一昔前、まあ10年前、15年ぐらい前のブラスダーツって本当ハウスダーツと変わらないような感じ で投げててもうすぐ色剥げちゃうとかね。色はね、こうなんかカラフルなのがいっぱい出てるんですよ。出てたんだけど、すぐ剥げちゃうとかね。やっぱりブラスダーツ使ってると、え、まだブラス使ってるのって思われる。私も言います。もうあなたブラスダーツ使うレベルじゃないんで、もっと細い、精度のいいダーツを使った方がいいよって言ってきたんですけど、ただ今のブラスダーツある程度細いし、加工もしっかりしてるし、重さのばらつきがないとか、そういう精度のいいものが出てるので、これでこと足りるんじゃないって思って、ちょっと仕入れて投げてみたいなと。久々にブラスダーツってどんなもんかなと思いました。で、2780円のこのターゲットさんのシリーズですね。なんとこんな立派なケースがついてる。フェイクレザーかな？え、驚き。シャフトが2セット、フライトリングついて、フライト3セットもついて、あ、こっち、ちゃうわ。フライト全部で4セットもついてる。え、すごいね。ケース？これはダーツしまえないのかな？ダーツはしまえるケースではないけど、付属品は消耗品関係をしまうためにはこれでいいのか。へえ、面白いものがついてました。で、ちょっと前にターゲットの商品紹介した時についてたシャフトと同じもの、同じシャフトですね、がついてます。チップも多分同じだと思うけどな、ついてますね。さあどうなんだと。カットは滑る感はないです。しっかりカットはしっかりしています。深い溝掘られてるんで滑る感はない。でもやっぱりちょっと太いんだね。やっぱり上手くなってくるとこうグルーピングした時に太いと不利だよね。このぐらいの太さなら多分ここ8ミリぐらいだと思うんで、全然このぐらいの太さのダーツってあるんだよな。単体重量 18g、 全長 56mm、 最大径 7.8mm、 2BA。 ターゲットが日本向けに開発した本格的なブラスダーツセット。バレルのデザインは世界で活躍するプロ選手のデザインを忠実に再現しました。重量長さ径のバランスを再設計しているので初心者にも最適。まあでも私が使ってるのと比べるとやっぱり太いってのが、第一印象ですね。もしこれで普通のバレルと投げ心地変わんないなみたいな、点数とか
まあ、点数はね一発なんです、たまたまその時っていうのがあるかもしれないけど、これでいいんじゃないみたいになっちゃったらタングステンダーツの立場がなくなりますよね。でやっぱスマートじゃないんで、なんかやっぱ見た感じ初心者感があるね、見た感じの初心者感がある、まあ、初心者の人はこれでいいんじゃないってなるかもしれないけど、ダーツってその ずっと使えるものなんで、まあ手に合わなくなったとか、なんだろう、いっぱい投げすぎて削れたとか、そういうこともあると思いますし、投げづらくなったとか、この形が、このグリップが投げづらくなったとかっていうのがあるとは思うんですけど、まあ5年使ってる人だっているし、下手したら10年近く使ってる人もいるんで、そういう耐久性を見たらやっぱりブラスっていうのは柔らかい分耐久性はないんじゃないかなって思うけどね。今までね、私が進め方としてはブラスを売らない理由としては、どうせ競技としてやるんであればブラスじゃなくて最初から長く使えるものを使った方が、これ買って次に8000円のダーツ買って次に1万円のダーツ買ってっていうステップアップする人が結構いるんですよ。半年ぐらいの間にブラス買いました、1ヶ月ぐらい経って6000円8000円ぐらいのダーツを買いました、で2、3ヶ月経ってまたプロモデルを買いましたっていうね、ステップアップしていく人がいるんですけど、そうするとやっぱお金がねその分かかるじゃないですか。だから最初からプロモデルを買うとか、最初からある程度8000円9000円のものを買っとくとかした方が経費としてかからないん でブラスはうちの店では売らないっていうのを、なるべく売らないっていうのをやってたんですけど、もしこれでねタングステンのプロモデルのダーツとかと遜色ないんであれば、今後これを私が一生懸命進めてる姿があるかもしれません、お店でまあ見た目でまずねでかいっていうのがあって、かっこ悪い、かっこ悪いんだよね、やっぱりかっこ悪いよ、これと見比べると。であとは投げ心地ちょっと確認しますね。はい、ターゲットのブラスダーツチームプロ小野啓太選手モデル投げてみました。定価2780円。まあ率直な感想はブラスダーツっていう感じですね。何が違うかっていうと、やっぱりグリップが滑るっていう感覚、カットはしっかりしてるんだけど滑っていっちゃう感じ、あと太いで、これで精度を出せる自信がない。ある程度ねブルとか大きいところをポンポンって狙うんだったら、まあハットも出てたんでポイポイってこうはまあまあでハットとかね出るときは出るとは思うんですけど、同じことをし続ける細かく修正するっていうのができる気がしない。やっぱりある程度上手くなった人はブラスダーツじゃなくて、タングステンのダーツを選ぶべき、で、あと自分はこれからダーツを買って始めます、上手くなりたいんです、
あの人よりもこの人よりも上手くなりたいんですっていう人だったら買わないで最初からタングステンを買うべき。で飲み屋さん行ってちょっと今日ダーツ始めてみるか、ハウスダーツかっこいいな、ちょっともうちょっとかっこいいのねえのかよ、1万円高えな、3000円ぐらい、あこれでいいや、もうあんまり何回もやることないしっていう人だったらいいかもしれない。やっぱりうちのお店のスタイルとして競技ダーツ、まあ目指せるものならみんなジャパンとかパーフェクトとかもう上のクラス、全然エンジョイダーツでもいいんです、エンジョイダーツでもいいんですけど、上手くならない、上手くならない、入らないと面白くないじゃないですか、ダーツって皆さん経験あると思いますけど、入った方が面白い、勝てた方が面白いっていうのがあるんで、やっぱ勝負事なんでね、やっぱりその確率を上げるっていうためにはこのプラスダーツっていうのはうちはおすすめはしないかなっていう感じですね。このターゲットさん、ターゲットのやつを投げてみてもそう思いました。まあ値段でね、どうしても選ばなきゃいけない人とかもいると思いますので、そういう人はいいとは思いますけど、これからダーツを始めて上手くなりたいなって思う人はいらないと思うかな。タングステンのダーツを選んだ方がいいと思います。5000円とか6000円からあるんで、まあ今日投げてみましたけども、ハウスダーツと変わりない感じでした。精度出せる気がしませんでした。これではこのタングステンの1万円のと比べるとやっぱりね違うっていうだけで、遊びで1ヶ月に1回友達と飲みながらダーツ投げるだっていうような、その学生とか社会人の人とかであればね、別にこういうのも全然いいと思いますけど、競技としてやっていこうって思う人はスタートがこれじゃない方がいいと、上達が早いと思います。こういうとこにね葵がいないのがねちょっと寂しいですけどね、葵に投げさせて、え俺こっちの方がいいっすって前回みたいに言うかもしれないんだけど、まあそれもないと思いますよ、それもないと思います。まあ葵でもこっちは選ばないと思いますよ。まあそんな感じで今日はターゲットのプラスダーツを紹介しました。参考になったっていう方は高評価ぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。おすすめ動画はこちらになってます。見てね。いいんじゃない。